介していきましょう。はい、やろうハイホーです。はい、皆様こんちゃいっす。意外とテレアのやろうハイホーです。マリさん、昨夜お疲れ様でした。とても楽しかったです。来てくれて嬉しかったよ。ありがとう、ね。そう、マリ、あの6でもないっていうのって言ったら、やっぱやろうハイちゃんかなっていうイメージがあった。今日朝旧シートを見たときに、あ、やろうハイさん来るだろうなと思ってましたもんね。思ってたね。多分そう思ってた人たち多いと思う。多いと思う。お待たせいたしました。はい、お待たせいたしました。届きました。テーマ6でもない。わしみてえなもんの6でもねえ話してください。いいな、一人称わしなんだ。突然高校を辞めた3年生の10月、13歳上の男の借金を返済した19歳。13歳上、32歳の借金を19歳で、男の借金を。で、浴衣姿に仁王立ちで生卵10個を一気飲みし、メタルバンドのいかつい方々に卵姉さんと呼ばれていた20歳。泥酔し道に行き倒れ、気づくと体に雪が積もっていた21歳。これ命に関わるよね。すごい。ホストに夜逃げを手伝ってもらった22歳。ちょっと待って、すごくない？あれから13年、今幸せです。終わりって終わり。もうやろはいちゃん、あのなんか6じゃない、6な男じゃない元彼の話がいっぱい来ると思ったわけ。ほら、たびたび来るじゃないですか。そうそうそう、やろはいさんの元お付き合いしてた方々のね、6でもないエピソード結構あったもんだから、それがまさかのやろうハイホーちゃんまでも、ろくでもない人生。でも、まあ、22歳までね、22歳まで。翼も折れたエンジェルよりパンチ効いてますよね。なんとかの18みたいなやつあったじゃん。あれぐらいパンチ効いてますよ。めっちゃこの短い期間でこんだけのことを成し遂げた凄さ。22歳何してました？あのホストに夜逃げようと。19歳は？19歳は13歳上の男の借金を返済。で、20歳は浴衣姿に仁王立ちで生卵10個を一気飲みし、メタルバンドのいかつい方々に卵姉さんと呼ばれた。あ、卵姉さん、チーズみたいな。メタルバンドのいかつい人たちが、やべえ、卵姉さんいるぜって。21歳は電水し道に来たあれ、気づくと体に雪が積もっている。よかった、生きてて。すごい、よかった、今幸せならね、オールオッケー。そう、今の幸せはこの過去があってのことですから、そう、今が大事ですよ。あんまりよそに言わない方がいいと思いますけどね、こういうのね。